こんにちは、パタヤチャンネルです。今回はパタヤで大人気の遺産ディスコ、シラッピン遺産をご紹介したいと思います。こちらの映像が以前撮影に来た時の様子になります。夜10時ぐらいの様子です。で、場所の方はサウスパタヤ通りよりも南のサードロード沿いのカーブのところにあります。そして今回の映像がこちらになります。夜中のですね、0時40分ぐらいに到着したんですけれども、到着した時はもう真っ暗で閉店してしまったのかなと思ったんですけれども、ちゃんとまだ営業しているようで、入り口のところでチェックインして体温を測って中の方に入りました。特に休みの前日とかということでもなかったので、お客さんはあまり入ってないかなと予想してたんですけれども、やはりもともとがですね、人気のディスコになりますので、この日もだいたい5割から6割ぐらいはお客さん入ってたかなと思います。で、ここに来ていつも頼むのがこちらのブレンド285というタイのウイスキーになります。結構飲みやすくて僕は好きなウイスキーなんですけれども、まあ一番安いのでいつもこれを注文します。で、そもそも遺産ディスコというのは何かと言いますと、イサーンというですね、東北地方があるんですけれども、まあ、パタヤはそちらの地域から働きに出ている方がたくさんいるんですけれども、そのイサーンに独特な音楽がありまして、日本でいうと民謡だとか演歌だとか、まあ、そういったような感じになると思うんですけれども、まあ、結構イサーンから来ている方はこの音楽が好きで、こういうスタイルのディスコは他にもパタヤにあるんですけれども、ここが今一番人気で若者がたくさん集まる場所になってます。このディスコのスタイルとしましては、こういった感じで派手な衣装を着た人が前で歌ったり踊ったりするというスタイルになるんですけれども、この日もですね、何組か交代で出てきまして、まあ、総勢でいうとかなりすごい数の出演されている方がいるんじゃないかなと思います。こんな感じでずっとイサンの音楽が続きまして、で、今回はイサンの友達と行きましたので、みんな大好きなのでこの音楽に合わせて踊ったりしてました。たまにトークもあるんですけども、基本は歌が中心になってます。ディスコ行かれる方はもう当然のあるあるなんですけれども、こっちですね、トイレに行きますと中にスタッフがいまして、まあ、男性の場合ですと用を足してると後ろからですね、肩を揉んでくれたりとかマッサージをしてくれたりしたりだとか、あと手を洗う時に、まあ、手に洗剤をかけてくれたりだとか、洗い終わった後におしぼりをくれたりするんですけれども、まあ、一応ですね、まあ、無料のサービスではあるんですけれども、必ずチップを上げなくちゃいけないというシステムになってます。まあ、チップを払いたくない方は必ず断るようにしていただきたいと思います。僕らのテーブルも周りのテーブルもですね、最初はおとなしかったんですけれども、だんだんとお酒が入ってきて
で、まあ、夜も深くなってくるとすごい盛り上がってきまして、みんな踊りも激しくなってどんどんと盛り上がっていきます。そして定番のじゃんけん一気になるんですけれども、この日はですね、結構僕負けてしまいまして、かなりの数を飲まされてしまいました。あんまり後半の記憶がなかったんですけれども、動画は結構撮ってたみたいで、後日チェックしたら、とてもじゃないんですけれども YouTube にはアップできないような映像がたくさん残ってまして、ゾッとしました。ショーはだいたい3時ぐらいまで続きまして、でその後はですね、もう音楽がクラブ音楽に変わりまして、店内の雰囲気も一気にクラブっぽく変わりました。著作権の関係で実際の音楽は消させていただいてるんですけれども、よく一般的にタイのディスコで流れるような DJ の音楽が流れてました。大体そんな音楽が3時半ぐらいまで続きまして、で3時半を過ぎたら急に電気がつきまして閉店の合図になります。まあこの間しばらくはいてもいいと思うんですけれども、まあ一応明るくなったら帰ってくださいという合図になります。今回の会計はもう前半に済ませてあったんですけれども、プロモーションがなくって全部で1200バーツちょっとぐらいでした。今回は割り勘で、僕が払ったのは300バーツぐらいプラス、まあ、チップで200バーツ使ったので、トータルで500バーツぐらいで済んだという感じになります。以上、今回はイサンの子たちが大好きなイサンディスコ、シラピンイサンのご紹介をさせていただきました。もっと早い時間からオープンしてますし、食事も美味しいので、ディナーがてら遊びに来るのもありじゃないかなと思います。本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。